そういうわけで、悪いけどあなた、これを預かっていてくれないかしら。なぜ私が？ここで待ち伏せしているくらいだから、暇なんでしょ？随分と早いお帰りだけど、他の者は？あなた、私に何か言いたいことがあるんでしょ？ここは、ここは、あれから変わってませんか？ええ。私もこの11年、ここには近寄っていなかったし、特に用もなかったからね。生産杯があなたを連れて行ってから、彼はずっとこの先、戦車に乗って買い物へ出かけるほど、私は好戦的な太刀じゃないから。なるほど。つまりあなたはこの状況が不本意だと。本音を言えばその通り。私は正直このまま裏方に徹していたかったのだけど、ハイドリヒ卿も生産杯も私のそういうところは知り尽くしているんでしょう。先陣を任されたのは誰よりも早く手を汚せという意味か、あるいは。死ねということかもしれないわね。怖い怖い。これから一つまた一つスワスチカを開いていくため、ハイドリヒ卿は本来の力を取り戻した。おそらくその過程で残りの3人も戻ってくる。それが何を意味するか、ネオ、あなたは分かっているの？シュピーネの件で、おおよそは。そう、スワスチカは私たちの死でも開く。要は大量の魂をその場で散らしてしまえばいい。そういうことね。人望のない副司令閣下の代替なら、まさに適任ということですか。利用によっては我々の仲間割れを防ごうとする慈悲深い処置とも言えますね。一度聞きたかったことですが、なぜ皆はそれほどまでに彼のことを憎むのかって。いろいろとしか言えないわ。私たちは各々に彼から耐え難い仕打ちを受けている。魔導の薫陶を受けるにあたって、それまで培ってきた矜持を砕かれたというのも多少はあるけど、もっと別に個人的なことで、みんなメルクリウスにはやられているのよ。例えば、ね、彼は望んだ相手と添い遂げることができないと言われたの。お前の人生は奪われ続けるだけだろ。それはどういう。さあ、でもベイ自身には思うところがあるみたいでね。それを崩したがっている。この間もいいところであなたが邪魔をしたんでしょ。ああいうことが起きないように。副司令閣下は計算づくで憎悪の対象になったのですね。あなた方もそれを分かっていながら、分かっているだけに許せない。そういうこと。何にしても鼻持ちならない嫌な男よ。まるで何度繰り返しても私たちがそうとしかなり得ないと知っているような。だからもしかして誰が脱落するのかってことも知っているかもしれない。あなたもあまりフラフラしていると捨て駒にされて切られるわよ。それで結局何をしに来たのかしら。私の心配じゃないわよね。ならもしかして
詮索は無用です。ただ私には私の理由があるので、あなたに同行する許可が欲しい。許可？生産杯芸家が見当たらない。そこであなたが狩猟代行補佐の次の一戦、私の同行を認めてほしい。返答は？あなたは偽善者だ、バビ。程度の低い気遣いの理由に私がそんな子供に見える？まあ、あなたがいくつになっても私から見れば。とりあえず彼を起こすには一晩くらいかかるだろうから、今夜は戻って休みなさいな。それからレオン、私と行動する間あなたに殺人を禁じます。守れるかしら？消せませんね。今からの我々はどれだけ殺すかという話になるのに。ええ、だから私の邪魔をするなということ。こちらの両場を荒らさないでほしいのよ。次のスワスチカは私と彼で開くから、あなたに分けてあげるものはないの。ついてくるのは自由だけど、横取りはしないでね。つまらない仲間割れはしたくないから。わかりました。そう、なら別にいいわ。私は行くから、言ったようにあなたは戻って休みなさい。じゃあ、バビロン。いや、何でも。わがままを聞いてくれて礼を言います。どういたしまして。ああ、それからついでに一ついいことを教えてあげるわ。あなたみたいな人にとって一番警戒しなくてはならない相手は、マレリアとザミエル。この二人には気をつけなさい。覚えておくわね。バカバカしい。偽善者だよね、相変わらず。アレウス、つまらない冷やかしが目的ならどうかよそを当たってくれ。うん、なに、ずいぶんツンケンしてるのね。レオン、あなたはあいつについていくようだけど、学校はどうするのよ。別に。あら、じゃあ何？もし明日中に終わらなかったら？あなたが帰ってこなかった時、あそこは私の好きにしてもいいってわけ？レオン、二頭を追うものは一頭も得ずよ。妙な色気を出してると貧乏くじ引いちゃうのかね。そうかもな。大きなお世話だろ。お前に心配される覚えはない。でもあなたはなんだか危なっかしい感じなのよね。バビロンだって忠告をしてたじゃない。どうせベイにもいろいろ言われてるんでしょ。ねえ、老婆心が鬱陶しいなら私が何とかしてあげようか。何？だからこれ以上うるさいことを言われないようにしてあげるって言ってるのよ。邪魔くさいんでしょ、そういうのも。なぜお前にそんなことをされなければいけない？ん？だって私あなたの教育係みたいなものだもん。クリストフにもちゃんと話は通してるわよ。あなたは若いし私たちとは違うからフォローしてやれって言われてるし。例えば？そうね、誓いを立てましょうか。今ここで誓い？
そう、言っておくけど、ただの口約束じゃないわよ。あなたのそれは私たちのものよりずいぶん軽い。マルキュリアが死んだ時に移植したって聞いてるけど、所詮クリストフの手際でしょ。彼を軽く見るつもりはないけど、ハイドリヒ教から直接賜った私たちに比べれば、意味も重さもちょっとお話にならないわ。つまり私が不忠だと。砕いて言えばそういうこと。何しろあなたの束縛だけがゆるゆるのダルダルだし、だからあれこれうるさいことを言われるのよ。そこらへん今後のためにも私が締め直してあげようってわけ。それはまた。好きにしろ。ただし制約の内容を明確にしておきたい。私がそれに同意しなければこの手の呪詛は成り立たないだろ。ええ、心配しなくても無茶な強制はしないわよ。まず一つ、同胞に対する殺害と傷害の意図および行為の禁止。同意する。ただし同胞による殺害と傷害の意図および行為にさらされた場合を例外とする。受諾する。ただし本誓約はその類に含まれない。2つ、同胞を除く全ての者に対し殺害と傷害の意図および行為を戸惑わない。同意する。ただしリザブレンナーの前においてのも例外とする。受諾する。トリスタン・オイゲン・ハイドリヒに忠誠を誓う。全ての行動は彼の利となるよう心得ること。同意する。ジーク・ハイル。ロミー・タネあっねえレオン、あなたって少女よね。何？いや、だったら面白いなと思っただけ。とにかく今私が打ち込んだそれ、生きてるからね。制約破ると中からお腹食い破っちゃうわよ。何時我に触れんと欲するなかれか。なるほど、お前らしくて趣味が悪い。何よ、私なりの気遣いだったのにひどくない？危なくなってもギリギリで回避できる可能性を残してあげたんだから感謝してほしいわね。だからそれが余計なお世話だって。ああ、はいはい、もういいわよ、大和なでしこさん。これだから少女って面倒くさくて嫌いなのもね。じゃあまあともかくそういうことで、あなたバビロンと組むんだったら
月曜までに戻ってこないと私が学校もらうからね。ね、暇ならちょっと覗きに来ない？割と乙女力のレベルアップに役立つかもと思ったり。帰れ。役立つかも。偽善者か。Deus acal be when till。さあ、いらっしゃい。天が雨を降らすのも、霊と体が動くのも、神は自らあなたのもとへ赴き、幾度となく使者でもって呼びかける。起きよ、そして前へ、私の愛の晩餐。まあお前の悪い癖だわな。人を見る目なんかねえんだから、もっと世の中疑ってかかれよ。この時期街で見かけたよそ者なんか怪しすぎるぜ。それも外人、どう見てもアウトだろうが。なんかこう、できすぎてるよな。俺とお前、あの時ほぼ同時刻にやられてたんだぜ。それで、霞をどうにかしないとヤバい。ほっといたらあいつ明日は学校に行っちまう。拉致ってことが片付くまで監禁か。いいぜ別に、うちのもんらにやらせても。でもよ。言うな、分かってる。あいつになんて説明すりゃいいかわかんねえよ。それにお前とも会わせたくない。なんで。自分の胸に聞いてみろよ。とにかくそういうことだから。ああ、はいはい。なんか一方通行な友情だなおい。
俺の人脈当てにしといてこっちにメリットなさすぎっつうかなんつうか。俺もダメ、お前もダメ。だったらかなり手荒になるぜ。バカスミはあれだしよ、うちの連中も育ち悪いから。おい、わかってるって。けどな、レン、労働には報酬がいるだろうよ。なんで俺がお前の頼みをすんなり聞かなきゃいけねえのよ。金かよ。まあそれ実行する連中にくれてやれよ。俺にはもっと別のもんよこせ。その子ちょっと俺に貸せよ。はい。そうそう、彼女マリちゃん。この子面白いよな、正直興味あるんだわ。お前な。なんだお前、気が多いにも程があるだろ。ハーレム大王でも目指してんのかこれ。ハーレム？ああ、こいつな、女は全部自分のものだって言ってんだよ。他の男とは口も利くなって。私はレンのものだけど。ああ、うん。ああ、ちょい待て、そうなわけ？違う。おい、なんかショック受けてるぞ。意味が違うんだよ。どんな風に？いいか、俺とマリーは体と体を一つにする関係なのです。だからつまりセフレ。レンは私を一番うまく使ってくれる人。それが気持ちよくて私はとても嬉しいの。だからごめんね、レンがダメだって言うならシロとは話せない。お前すげえ調教師だな。うん、レンは上手だよ。マジ？例えばこう、どんな感じで？お前少し黙れ。マリー、別に誰と話してもいいけど、ただちょっと。ちょっと、何？別にお前がマリーと話したいって言うなら構わない。けどお前しらじらしいんだよ、分かってるくせに。貸せとか言うな、マリーは物じゃない。うん、 OK、 失言だったみたいだな。タイはなかったんだが、まあいいや、言い直そう。彼女に興味がある、少し話したいんだが。別にいいだろう。俺じゃなくてマリーに言えよ。だな。どうだよマリーちゃん。私はいいよ。決まりだな、商談成立。んじゃ、そういうことで。おい、言っとくけど。ああ、分かってるって、口説いたりしねえから。いや、そうじゃなくて。
休みのこと頼むぞ。おう、任せとけ。丁重にお越し願うよ。おい、あー、もしつけえな。いちいち何なんだよこのハリムダイよ。霞をここに連れてくる役、本庄には頼めないのか。あいつなら女同士だし。ああ、あいつは今 PC に囲まれていろいろガチャガチャやってるよ。もともとそっち系が専門だからな。やることないならお前あいつのとこ行ってろよ。情報収集は大事だし結構役に立つはずだぜ。ただし手出すなよ。あれは俺のだから。あのな、んじゃしばらく嫁の交換っていうことで。ああ、レン。あ、霞を連れてくるのは別にいい。お前にとっちゃ兄弟みたいなもんだしよ。他の連中がどうなろうがあいつだけはって、そういう気持ち共感はできんが理解はできるけど、お前、氷室先輩はどうすんだよ。捨てちまうか。別にいいぜ、俺にとっちゃどうでもいい。ただ言ったよな、お前人を見る目ねえんだからよく考えろってよ。判断材料がまだ足りないならなおさらエリーと話しとけ。連中がどういうもんか、そうすりゃお前もよくわかる。じゃあまた後でな。言うの遅くなったけど、せっかく一緒に遊べるんだから楽しく行こうぜ。シロ、いらっしゃい。待ってたよ。意外に蓮くんって方向音痴だよね。ここからずっと見てたけど、なんか行ったり来たりしてネズミっぽかったわ。大きなお世話だ。その辺かけなよ。私んとこ来た理由は分かってるし、ちょっと待ってれば面白いもの見せてあげる。もう少しかかるから、暇ならそこのモニターでも見てるといいよ。ほら、バカと天然がじゃれ合ってる。会話も聞きたいならこれどうぞ。何話してる？エッフェル塔の難易度がどうとかこうとか、あと実物のエッフェル塔は世界三大がっかりに数えられるくらいしょぼいらしいけどマジなのかとか。はあ？世界三大がっかりってマーライオンとかじゃなかったっけ？あいつはどうでもいいこと知ってるようで、その大半が間違ってんだよ。わざと言って嘘を教えようとしてる線もあるけど。
ほんと真面目だね、レン君は。あいつがあることないことでたらめ教え込みだったらどうするの？後で何話したか聞いて必要なら修正するさ。それに今はそんなことどうでもいいだろう。はいはい、そうだったね。あと少しで行けそうなんだけど、これめんどいな。クソ、なかなか性格悪いっつか。ハッキングだろそれ。ん？まあそんなようなもん。お前、なんでシローなんかとつるんでるんだ？いや、なんでって言われてもね。きっかけとかは？別に、あいつが病院脱走した時、たまたまその場にいたからってだけ。なんか面白いやつだったし、そのまま拾って帰ったの。ここはあいつと知り合うずっと前から私の遊び場。レン君も少しは見当ついてたんじゃない？まあそれは。本庄総合病院だったな確か。お前あそこの娘なのか？おーイエス、なかなか鋭いね。学校は行ってるのか？うん、休みがちだけどね。高徳女子だよ。高徳って、おま、やだね、そんな目で見ないでよ。学校といえちゃちゃんと猫かぶってる。そっちの方がはるかに立ち悪いと思うけどな。そう？私は私なりに親とか友達とか大事にしてるよ。なるべく期待には応えるし、そういうのを迷惑だとも思わない。でも私が楽しいと思うのはなんでかこういうことだから。それに付き合えない感じの人には黙っておくね。尻尾出さなきゃ。それはそれで相手にとっちゃ真実なんだ。私は変身ヒーローで、昼は本庄さん、夜はエリー。誰でもそういうところがあるんじゃない？シローもかすみちゃんも、それからヒムロって先輩も。人間なんてそんなもんでしょ。だからあんまりショック受けない。やっぱりお前全部最後まで聞いてたんだな。ま、盗聴も趣味だ。そんな感じで雑談おしまい。いいもの見せてあげるから、ここから真面目な話を始めよう。私はこれを見るの2回目だけど、ほんとバカみたいに額の賞金で笑えてくるよ。本人が言うには全員通ったら戦車の1万台くらい買えちゃうって話だ。ヴィルヘルム・エーレンブルグ、1917年7月10日にドイツ・ハノーバーで生まれる。27年9月父親を焼殺し、姉であるヘルガー・エーレンブルグをも火にくべる。少年院に送致されるも、同年12月に脱獄。その後も放火、殺人などを繰り返すが、41年に後の SS 特別連隊リルレワンガーの一員となり、翌年2月の
パルチザン掃討戦で戦果を上げる。これによって罪は免責。しかし44年のワルシャワ放棄戦において市民敵兵同胞問わず虐殺、街路の端から端まで串刺しにして晒す。公的にはそれで粛清されたとなっているが、45年のベルリン市街戦時に目撃情報あり、その他70年のベトナム、82年のアフガン、85年のイラクなど各地の戦場でその存在を確認されており、最も新しいのが91年の湾岸戦争、砂漠の検索戦においてである。とまあありがちだけど、いわゆる戦場のオカルトだね。なんでもこいつ兵隊世界じゃ伝説になってるみたいよ。いわく白い顔の SS を見たらとにかく逃げろ、何があっても戦ってはいけない。どう、少しは参考になったかな。まだ詳しく知りたいなら翻訳かけてプリントアウトしてあげるよ。例えばルサルカ・シュベーゲリン、こいつなんか傑作で。いや、もういい。一人ずつピックアップしなくていいから、分かってる範囲のメンバー構成を教えてくれよ。顔写真があるならそれだけでもいい。そう、じゃあざっといくけど、ヴィルヘルム・エーレンブルグ、ルサルカ・シュベーゲリン、バレリア・トリファ、ロート・シュピーネ、それからベアトリス・キルヒアイゼンはもう死んでるみたいで、その抜け番が桜井家。こいつらが高額の賞金首だってことはオッケー。ああ、それどこのアングラサイトだよ。国連は？だから国際連合、 WW2 の戦勝国様、地球大統領府とかバカっぽい言い方をしてもいい。そこの人らにとっちゃ意地で抹殺しておきたい亡霊なんだよ、こいつらは。勝者の歴史ってやつがあるだろうし、だから当然この情報だって簡単に閲覧できるものじゃない。骨と金とその他いろいろ裏技使わないと見れないの。一般人じゃまず無理だね。お前一般人じゃないのかよ。実はただの一般人じゃなかったり。でも私が見れたのはこの5人プラス個人1人の6人だけ。これじゃ全然足りないよね。シロから聞いたけど、見たんでしょ電柱の頭。顔から想像できたけど、そいつら何？ちょっとシャレにならなすぎるのが何人かに？ほって、それはいいんだよ。勝てない奴と戦う必要もないし、
勝負しないならそいつらの出番を封じるように立ち回ればいい。問題はそういうのは一体何人いるかってこと。ねえ教えてよ。まだ私らと組むのに抵抗があるのかもしれないけど、そんなのがいるなら好き嫌いも言ってらんないでしょ。奴らの一人から直に聞いた。そいつはもう倒したから、そこに上がってる6人中個人は2人ってことになる。だけどもっと上がいるんだよ。連中はトップが2人で、その下に幹部が3人。この5人は正直なところ、どうやっても勝てそうにない。そう、でも蓮くんが実際に見たのはそのうちの一人だけでしょ。なのになんで5人が全部一括りなわけ。わからないけど、そんな気がするんだ。私が怖いっていうか気持ち悪いと思うのはこいつだけど、蓮くん的には別に問題じゃないって感じ。まさかそんなことあるわけないだろう。その神父は現状の司令官だ。狩猟代行って言ったか。例の5人が戻ってくるまで連中を仕切る役目。頭脳労働専門ってわけ。まあ確かにそんな感じのやつだったけど、だからってそれは別に私らにとっちゃ大差ないっていうか。とりあえずいろいろ突っ込みどころはあるけど、それは後に回すとして、今は私が思ってることを言っておくわ。まずベアトリス・キルヒアイゼンと桜井圭は代替わりしてるから、実質私が見れた情報は5人分。それに蓮くんが言う5人を足して合計10人。足りないんだよ、あと3人。正直ね、幹部とかその連中のことはなんとなくだけど分かってた。プロテクトの規模とか難易度とかそういうことからこの下に何人いるかは大体見当つくんだよ。でもね、残りの3人、これについては痕跡すらない。データが存在してないのか、私でも読めないくらい深いところに行ってるのか、まるでわからないから怖くなる。情報の傾聴で脅威度を測るなら、蓮くんが言ってる5人よりこの3人の方がはるかにヤバいよ。楽天的に考えれば大したことないから登録されてなかったのか。そんなオチもありえるっちゃありなんだけど。もしかしたらこの3人は連中の切り札なのかもしれない。そして私たちはそのうち2人に見当がついている。教会にいる神父、あそこは他にもシスターが1人と月額の…いい言うな、分かってる。本当に？ああ、さすがにそこまでおめでたくない。だけどそれでもあの人は俺の先輩だ。シスターにしても何度か世話になっている。だからっ
あの人たち誰も殺させない。後のことはその時になってから考えるさ。なんだよ。いや、なんかこう意外に蓮くんって熱いよね。割に恥ずかしいこととか平気で言っちゃうタイプでしょ。ほら、ダメだってば、そんな顔しちゃ。私、今の結構グーッとくるのがあったんだから。ほら、シドウはマリーちゃんと遊んでるし、レン君は私と二人で盛り上がる？実はこの客船に、ひそかな自信を持ってたり。ミニスカ履いて足上げるなよ。ふざけてるなら俺は行くぞ。お嬢のくせにバカなことやってんな。わかったよ。このことについてはまた後で。今度二人っきりになったら続けようね。で、さっきも言ったけど、私レン君の話に突っ込みたいところがあるけどさ。ああ言ってたな。で、連中の頭が町に来たのに、なんで神父が未だに代行なんかやってるわけ？おかしいよね。なんで？それは、その、なんていう。ラインハルトはまだ完全じゃない。8箇所。要はそういうことか。とすればシロのやつ全部わかっててここにいたな。道理で妙だと思ったよ。あいつが丸一日以上花に困ってるなんて。やっぱり。シロ、このバカ、あんた責任取んなさいよ。お客さんが来てる。もう手遅れだね。三つ目のスワスチカはここってわけか。うちの奴ら多分皆殺しにされちゃうよ。さあ、あなたはどうするの、藤井君。